ナノちゃん、ナノちゃん。はい、何でしょう。ナノちゃんの家に行く途中、博士に会ったんだけど、犬に噛まれたりしてさ。大変だったみたいですね。また今度行くからねって博士によろしく言っといて。わかりました。先生、顧問になってくださいよ。やらないもんはやらないんだ。そんな、こないだはオッケーしてくれたじゃないですか。いつ俺がそんなこと言った。うわ、ずっけ。先生と勝負して俺が勝ったら顧問になってくれるって約束だったはずですよ。あの時か。いや、あの時は痛み分けドローだったろう。もう姉ちゃんのことみんなにバラしますよ。物質はどこなんだ。こっちです。しゃあ、今日から囲碁サッカー部指導だ。しゃあ。部長。お、すいません、急に開けちゃって。あ、というか、新しい顧問の先生連れてきて。な、ちょっと待って。何逃げてんすか、高崎先生。なんか言っちゃったぞ。これから勧誘しに行こうってのに。桜井がいないと、まともに部の説明もできないな。まあいっか。なんだかんだで、俺の部だしね。いやー、ドキドキするね。なんでフェッちゃんがドキドキすんのよ。だって今から告白しに行くんでしょ、中野城って人に。おう、この平和な学校であのパンクな精神、やっぱモヒカンは魅力だね。まあ魅力ってか個性的ではあるけどね。先生、待ってくださいよ。ちょっと、高崎先生、なんで逃げるんですか。あんなに熱い囲碁サッカー、俺、久しぶりでした。先生しか顧問は考えられないんです。すまん、俺も、ほら、何かとあって、その、何が、何で、まあ、なんというか、何で。な、部室にまで来てくれたのに。仕方ない。先生、これを見て、ま、そんなことが言えますか。お前、これは。そうです、うちの姉ちゃんの高校時代の写真です。さあ先生、どうします。これと交換で顧問になりませんか。欲しい。喉から手が出るほど欲しいが、これをもらったら俺の大事にしている何かが崩れるような気がする。桜井。はい。すまんが。上出来なんじゃないでしょうか。何やってんだ俺は。やった、じゃあ顧問になってくれるんですね。最低だ、教師としてあるまじき行為。しかし俺も教師である前に一匹の画廊、背に腹は変えられん。いいか桜井、やるからにはてっぺん取りに行くぞ。わかっただ。はい、よし、今日から囲碁サッカー始動だ。明日あたりからビシビシ行くからだ。はい。ここか。そうなんだ。ねえねえ。はい。中野城ってやついる？あ、はい。中野城くん。中野城くん、呼んでるよ。はい。なんでしょうか。魅力ねー。